タンソンニャット国際空港は、ベトナム社会主義共和国南部のホーチミン市郊外のタンビン区にある国際空港。IATA コードは SGN であり、ホーチミン市の救命サイゴンが由来である。ホーチミン市街中心部より北西約8キロメートルの位置にある。かつてはサイゴン国際空港とも呼ばれた。国際航空需要の増加を受けて、国際線の新ターミナルが、 日本国政府の ODA により建設された。4階建ての新ターミナルは10万平方メートルの面積で8つの登場橋を備え、年間800万から1000万人の旅客に対応する。新ターミナルは2007年8月28日から利用が開始され、国慶節である9月2日にグランドオープンした空港ラウンジラウンジが設置されている。元は国内。 国際線共用のターミナルであったが、2007年8月に新国際線ターミナルの共用が開始されたことに、伴ない国内線専用ターミナルとなった。ベトナム航空やジェットスターパシフィック航空などが利用している。日本への社員日本の ODA で作られた新国際ターミナルへの車事として、タンソンニャット国際空港国際線ターミナルの到着フロアの外を出たところに、 ベトナム政府から感謝の言葉が書かれた石碑が埋め込まれており、日本語とベトナム語と英語で書かれてある。空港の路線バス乗り場2010年現在、空港連絡鉄道や高速道路によるアクセスは整備されていないものの、前日の通り放置民主中心部より 8km の高立地であり、市街地の中に空港があると言っても良いこともあり。 路線バスやタクシーで中心部まで30分程度でアクセスが可能である。長らく運行されていた152番バスは最終便が18時発とかなり早めであったためかつて深夜発着便の旅客が使えるバスは存在しなかった。2016年3月より朝5時45分から深夜2時半まで運行する109番路線バスが開通し市の中心部にある ベンタイ市場前ロータリーや9月23日公演と空港等を結んでいる。運賃は初乗り1万2000ドン、終点までは2万ドン。宿泊するホテルに専用車での送迎を依頼することもできる。通常中型セダン1台で片道 20US ドル前後かかる。2020年完成を目標に計画されている放置民主都市鉄道は本空港を経由する予定である。 地下鉄4号線が空港を通る予定である。ありがとうございます。